こんにちは。今ですね、Q&A の動画の英語字幕をね、つけてるんですけど、これね、英語字幕。でもちょっと今ね、もう飽きてきちゃったんで、もうこれね、30分ぐらいの動画なんで、それでね、今、作業してたら、チェロの弦が届いたんで、ってやな、これ。チェロの弦なので、ちょっとね、これ取り付けて、あとこれ多分ね、見せるの初めてだと思いますが、これ防音室です。で、これが私が使っているチェロなんで、これを取り出して、これを引いてね、傷つかないようにね。はいっと。で、あ、これの紹介する？これがね、去年の12月ぐらいに買った、見えるかな？ハインリヒ・ギルの304っていうモデルで、2015年に作られているやつです。で、弦はね、今のところスピロコア、スピロコア、ヤーガー、ヤーガーっていうやつなんですけど、これがついております。で、この一番太い正線は今月変えたばっかりなんで、この残りの3本ね、確かもう半年ぐらい経ってるんで、で、今回はこのエヴァピラッティソリストってやつを買ってみました。まあ、合うかどうかわかんないんですけど、つけて弾いてみないとね、なんか合わなそうな気もするんですけどとりあえずつけてみます。で、どれから変えるか。これどれなんだろう、どれがどれなんだろう。全然書いてない。あ、書いてある。デー線から変えようか。ゲー線から変えようか。あ、緑なんだ。エヴァピラッツィ。でもこれ長さ足りんのかな。あ、足りる？あ、足りないかもね。よし。で、この前テールピースを面白いやつに変えたらさ、ここゲーセン足りなくなっちゃって、ここどうしたらいいんだろう。これみんなどうしてんのかな。とりあえずこれでいいか。ゲーセンの次はデーセン。
よし、じゃああとは防音室の中で調整しよう。まあ調弦まだ全然してないですけど、とりあえずこんな形で付け終わりました。でやっぱりね、この弦線がちょっと出ちゃうんですけど、これなんか対策法知ってる人いたら教えてください。なんだ、変な音がするぞ。弦の交換はね、そんな難しくないので、全然自分でできると思うんで、まあ、やってみてください。で、防音室がですね、今年の1月にレンタルを開始したから多分10ヶ月ぐらい使ってるんですけど、すごいいいので、これはね、また防音室はまた別の動画をね、ちゃんと作ってちょっと紹介しようと思います。では